先週公開された花丸教室の動画、ビースターズの回の収録裏話会でございます。よろしくお願いします。まだ先週の動画をご覧になってない方は、見ていただいた方がより楽しめると思いますので、よろしくお願いします。というわけで早速本編行きましょう。どうすか？今のとこまでさ、20秒ぐらいで喋れたのすごくない？今言ったやつね、セリフ原稿ないんですけど、最初ら辺のラジオの時はね、もうがっつり一言一句セリフ読んでたんですけど、だいぶなんかこう頭にあることを喋るので慣れてきましたね。最初の時ね、やばかったっすよ、撮り直し。どうも、こんにちはみたいな。緊張しまくっちゃって、噛んでやり直しでやばかったんですけど、最近はなんかこう、冒頭の挨拶よりも中身のことをちゃんと喋りたい、そっちに意識がいってるから余計に冒頭の挨拶はもうさらっと行こうみたいな意識になってきてるのかなとは思いますね。あとあれですね、サブチャンネルの方でラジオだけ公開してるチャコラジ EX っていう方をやってるんですが、そちらの気持ち悪い方のねラジオもちょっとずつ更新してるので、だいぶこう音声撮りに慣れてきたかなとは思います。はい、というわけでまあ早速ね、今回の中身について喋っていきたいんですが、と濃いですよ、今回は。あの、収録裏話っていうか、もうあの、カットになった部分を丸々後半で流したいと思います。7分ぐらいあるんですけど、そこの話がね、どうしても、ちょっと先週の本編では入れられなかったです。あの、ビースターズの話に全然関係ないんだけど、なんていうのかな、こう、推し活とは、みたいな。よくあるじゃないですか、推し疲れみたいな。ああいうのに悩んでる人とか、その SNS 上で推しを推すということに疲れている、推しが好きっていう気持ちってなんだっけみたいになってこう悩んでらっしゃる方にはなんかヒントになるんじゃないかなっていうようなところがあったんですが、さすがに先週の回では使えなかったので、そこについてリリカルさん本人の許可も取れましたので、まるまるこのラジオにぶっ込んでその話とかもね後半で広げていけたらと思います。というわけで先週来ていただいたゲストがリリカルさん、3回目の出演です。初回がジブリ回ですね。で、前回がポケモン回で、今回が漫画のビースターズ、板垣パルさんの作品でございます。これについて喋りたいよっていう風で、一番最初はですね、私が去年なんか獣人とかが私好きなので、結構獣の人って書いて獣人ねとかを扱ってるなんか作品とかそういうの好きな人と喋りたいって言ってたら、リリカルさんがビースターズいいよさらって言ってくれて、でそれから喋りたいねって言ってたんですが、まあ長く動画を見てくださってる方とかわかると思うんですが、私は一応ね最低限ゲストとのこう共通言語を持つためにその作品とかその好きなものの予習をして臨むんですが、さすがにこう漫画だったらもう読まないと話にならないので、キャラクターの話とかできないしね。なので、で私はなるべくそのなんていうんですかね、こう現物で買うのを避けてて、最近はコレクション病があるのを分かってるので、出先とかで漫画喫茶にが近くにあったらそれをうわーって読むとか、あるじゃないですか、温泉施設のさ岩盤浴コーナーに漫画とか並んでたりするじゃないですか。あれをめっちゃ利用して、結局ね半月かかったんかな、半年ぐらい、収録しようって言ってから予習期間半年ぐらい取って、その中で満喫とかその温泉施設に6、7回ぐらい通って、しかも私ね漫画読むの遅いんすよ、遅読なのよ。絵をさ眺めちゃって、あとセリフを読んでたら頭悪いからさ何回も読み直して、でも この絵かわいいな、かっこいいなと思ったらセリフ入ってこなくなっちゃったりして、でもそんなこんなやってて22巻まであるらしいんですけど、確かなのに結局ね20巻までしか読めなかったけど、まあそこまで読んでくれたらもうだいたい話できるからええわって言われて、それで収録に臨みました。まあ、結局めちゃくちゃ楽しかったし面白かったんですけど、でまあちょっとねその作品についての話とかしたいんですが、あのさ、やらかしたんすよ、先週の動画。編集した時驚いた。私服着てんの。私服っていつも私服なんだけど、そうじゃなくて、あのさ、いつも私なるべくね、黒シャツとか、まあ、場合によっては黒いジャージとかなんですけど、あの、真っ黒の服を着るようにしてるんですね。まあ、自分がなんか黒子になりたいっていうのがあって、そのゲストがメインだから、自分が真っ黒の服基本的に着てて、それが、
茶子先生の教室での清掃だと思ってるんですよ、自分の中で。なのにさ、かろうじて黒い服だったから良かったんだけど、あれはパジャマなんですよ。腕のところにさ、白いラインが2本入ってるパジャマなんですよ。黒い、ま、ほんと黒だったからまだ良かったようなものの、もう毛玉だらけでやばいでしょ。腕が映るシーンあるので、暇な人はね、見返してあざ笑ってほしいんですけど、掛け布団で使ってる N ウォームの毛玉がものすごい腕にこびりついた状態で喋ってますからね。やばいですね。うわ、これやばーと思ったけど、もう腕んとことかさ、モザイクにしてやろうかと思ったけど、もうええわと思ってやめたんですけど。もう恥ずかしいですね。はい、もう二度とないようにしたいと思います。で、マリリカルさんと喋るの3回目なのもあるし、まあ、彼女とは結構波長が合うかなって、思う方なので、うん。だいぶね、リラックスして、こちらも、向こうもやれました。でね、私、収録中にね、初めてね、私がトイレに行きました。ゲストには、トイレ行こうが、飯食おうが、ジュース飲もうが、何しようが自由にやってくださいって言ってるんだけど、まあ、私もジュースとかは飲むけど、自分がトイレに立つのは初めてだったわ。ごめん、トイレ行っていい?とか言って。やばいっすね。まあ、それぐらいなんか気の置けない方なので。で、あとね、自分がそのゲストとのちょっと喋り方で、ちょっと成長したなって思ったところが一個あったんで言いたいんですけど、中盤かな?この漫画の中でね、動物の描き分けがすごいっていう話が出てくるんですけど、で、私、その動物の描き分けがすごいよねってリリカルさんから聞いた瞬間に、ライオンとかの描き分けすごいよねってめっちゃ言いたくなったんですよ。そう思いながら読んでたから、ドンピシャの話題だって思ったんですけど、ゲストがメインですので、私はなんて言ったかっていうとね、あ、どの種族で一番そう思ったって、私質問ができたんですよ。これが成長だったなと思います。今までだったらすぐ自分の感想を言ってたんですけど、先にちゃんとゲストに言わせる。その後自分もそう思ったって、言えたので、この一歩譲るというか、ゲストを立てる。ほんとちっちゃいことなんですけど、それができたのはすごくね、自分で褒めたいなと思いました。はい。で、まあ、ビースターズね。で、まあなんか、よくよく聞くとね、作品の話ほぼしてないんですけど。まあ、リリカルさんと喋るとね、特に雑談がね、マシマシになっちゃうんですけど、今回もね、かなりカットしましたね。っていうのも、私が最近、意図的にね、ゲストに雑談を振るようにしてるんですよ。その緊張しちゃうから。なんかずっとテーマの話してるのもしんどいっていう人も多分いるだろうし、もちろん好きなものの話をしに来てはいると思うんですけど、なんて言うんだろう、エネルギー使っちゃうから、ちょっとふうっていう間を持たせてあげたいなっていうのを自分的に気をつけていて、で、その時はね、リーカルさんの時は、今日寝起きから始まったんですよね。なんか、途中途中で。で、なんかまだ冬休みなんだよねとか言って。で、リリカルさんはもう雑談の魔王みたいな人なんで、なんか気づいたら12月終わってたわとか、そういうのをずっと言ってて、なんか、冬トークを、撮影が冬だったんですけど、冬の話をずっとしてたら、なんか10分ぐらい終わっちゃって、ここ丸々カットだねとか言って、今のツイキャスみたいなノリだったなとか言ってたんですけど。まあ、そんな困難もありつつですね。個人的には、好きなキャラの話ができたのは良かったですね。その動画の中でテロップ出したんですが、ちょっと私が喋りすぎちゃって、ちょっとそこはね、リリカルさんもっと喋らせてあげたら良かったなと思ってるんで、若干反省なんですが、カットしたところは、ま、このラジオで消化しようと思っているので、ちょっとね、自分のことについて喋りたいなと思うんですが、まずですね、私が好きなキャラっていうのがね、レゴシとジャック、を挙げたので、ちょっとその話をしたいと思います。で、レゴシっていうのは、この作品の主人公、灰色狼なんですね。まあ、肉食動物に分類されるキャラで、まあ、こう、肉食っていうだけで、この漫画の世界観ではすごく、こう、怖がられたりする存在なんですね。草食動物を食べるので、草食の動物からすると、こわもてだなとか、乱暴されそう、凶暴そう、みたいな風に、こう、先入観で見られるっていうところがあるんですけど、レゴシはそういう自分の本能的なところにたまに嫌気がさしつつ、でも基本的に平和主義な人間じゃないか。まあまあ、人間なんですよ。キャラクターなんですよ。っていう風なレゴシっていうキャラと、
同じく犬科のジャックっていうね、ゴールデンレトリバーの同じ学校の寮で暮らしている同居人がいて、まあ、この二人は幼なじみなんですが、この二人のペアが私はすごく好きだし、なんかこの関係性も含めてすごく好きなので、ちょっとそういう話したいなって思うんですけど、ちょジャックを置いとこうか。先にレゴシの話がしたいんですけど、あのレゴシのところでねカットしたのでね、自分がレゴシを好きな理由っていうのが、あ、ここからあの結構ネタバレ含みますので気をつけてくださいね、魅力の方は特に。まあ、レゴシっていうのは別種族のウサギの女の子、ハルっていう子がいるんですが、その子のことを徐々に好きになっていってしまって、それに気づくまでのストーリーが前半に描かれてるかなって思うんですよ。最初はウサギなんか好きになるわけないって思ってたんですけど、俺はハルのことが好きなんだみたいに気づいていく様がね描かれていて、それに葛藤したり、俺ってキモいなってなったりするんですけど、で、まあ、それってね、人間界で言うと、まあ、動画でも言いましたけど、種族が違うっていうことは、要は人間っていうと人種が違うっていうことなので、レゴシが日本人だとしたら、ハルちゃんはもう外国人ですよね。アメリカ人の。で、ハルってちっちゃいんですよ。レゴシめっちゃでかいので、まあ、言ってみたら幼女ですよね。外国のロリが好きな、ロリコンだっていう風に気づいていく過程が前半なんですね。で、それって、その、ビースターズの世界でも、その、異種族のことを好きになる、恋愛的な意味で好きになるっていう時点でも、かなり犯罪臭がする風なんですね。もう、頭おかしいみたいな。捕らえなくてはみたいな。本能むき出しにして、肉食が草食を食べちゃまずいみたいな世界なんですけど、もちろん、その倫理観はレゴシの中にもあるので、それに苦しんでいくんですが。で、私もね、そういう、なんて言うんだろう、細々した、まあ、レゴシ的マイノリティを抱えている部分がものすごくあって、なんかそれに苦しむとか、もう自分キモすぎ死ねって思ってた時期ももちろんあったし、今ももちろんある部分はあるのでね、すごくレゴシに自己投影できるところがあります。まあそういう意味で好きなんですけど、そのリアルさがで、後半になると、そのなんていうんですか、レゴシがその自分に気づきながら、ロリコンであるっていうことを自覚して、それを受け入れつつ、てかむしろ自分のそのロリコンっていう属性とどうやって付き合っていくかっていうところを葛藤しながら生きていくっていうところが描かれているんですね。これがリリカルさんの言っていたそれぞれの地獄っていうところに入ってくると思うんですけど、そこがやっぱりなんて言うんだろうな、まあやっぱ獣人にしてあることで、そこの生々しさは若干カジュアルにはなってるんですけど、あれ本当に人間版で描いてたらどれだけエグいかなっていうのを考えたりは結構しましたね、読んでて。もう本当吐き気がしそうなぐらい自分の恥部というか、その集大みたいなところに気づいてえぐっていくみたいなのってすごいしんどいじゃないですか。で、それをやっぱ緩和してくれるっていうのが、そのレゴシ的にも読者的にもしんどさを和らげてくれるのがやっぱ同居人の存在で、特にやっぱジャックだったなって個人的には思うんですよ。ジャックはレゴシのその一匹狼みたいなところも、まあ、理解しつつずっと付き合っていくんですが、でジャックっていう子はね、またこれはこれでレゴシとは違う地獄を抱えていて、動画でもちょっと言ったんですが、おさらいしますと、ジャックはゴールデンレトリバーっていう犬なんですね。で、このビースターズの世界では、その動物の特性とか生態っていうのが、実際のそのキャラクターの性格にもかなり影響しているっていう世界で、それをキャラクターたちももちろん認識してるんですね。例えば、猟犬用に開発された犬だったら、それが得意な風に描かれていますし、この足が速いとか、何々がよくできるみたいな特徴も、そのキャラの特徴として描かれているんですね。で、例に漏れずジャックもそうなんですが、ゴールデンレトリバーって、結構優しいというか、温和で柔和で平和主義な感じの性格らしいんで、まあ知能も高いんですね。っていう意味でジャックは賢いねとか、物覚えがすごく良くて成績優秀で、すごく人当たりも良くってみたいな感じなんですけど、ジャックはそれを言われたり思われたりするたびに、自分はゴールデンレトリバーだから、そういう風に作られたからそういう風な性格になってるだけなんだよな、それは僕だからそうなわけじゃないんだよっていう、自分らしさみたいなところへのなんか違和感というか、周りからの評価のズレみたいなところに結構苦しんできたタイプのキャラクターなんですね。
ただその性格が犬種由来なのかジャックの本当の個性としての、性格なのかわからないんだけど、とにかくレゴシと一緒にいる時にですね、そのレゴシの機微に気づいたり、自分と同じように、まあ同じ、全く同じ悩みじゃないんだけど、その苦しんでいるっていう様子を常に見てきて、肯定っていうか、そんな具体的なアドバイスまではしないんだけど、なんか、つかず離れずっていうかね、常にそばにいて、否定しない存在として、お互い居続ける感じだったんですね、何があっても。で、その関係性がすごく個人的にはね、羨ましいですね。私、幼馴染がいなくて、転勤族だったのでね。ああいう風にこう、生涯を通してずっとこう、なんか、ちっちゃい時からお互い知ってて、みたいな関係性なのに、で、お互いのそのなんか、一部であるとかを晒しても続く人間関係みたいな、ほんと10年、20年来の友人みたいなの多分いないですね。ネットでも一番古くて中学かな、中学からかなと思うし、あそこまでの密度で交流はした友人がいないので、今のところ。だからすごくそういうなんか、古くからの友人、プラスあの関係性っていうのはめちゃくちゃ羨ましいなって思いました。皆さんもなんか、あの、作品の中でこのキャラとこのキャラの関係性いいなって思うところとかあったらね、ぜひ教えていただきたいんですけど、まあキャラ的なところはねこの辺にしておいて、あと動画で喋ってる時にね、そのリリカルさんとの会話の中で結構印象に残ってるところがあって、私あのリリカルさんのなんていうのまあぶっ飛んだところももちろんなんですけど、かなり哲学子なんですね、あの人は。もちろん聞いてる方はわかると思うんですけども、私も哲学子ですが、私よりはるかに哲学レベルが高いなって思うので、でそれでハッとした一言がさ、まあシンクったことを言うことが多いんですよ、リリカルさんは。で何言ったかっていうと、憧れてるぐらいがちょうどいいんだよって言ったんですよ。一個前の回かな、ゲスト回かなの時に、海外旅行に行きたいみたいな話してて、で、今、それ、どうなってんの？今も行きたいと思ってる？って聞いたら、まあ、行くかどうか実際わかんないよねみたいな話してて、人生って、現実的なこと考えてる時よりも、その、憧れたり計画してる時の方が、実は一番バランスがいいんじゃないの？みたいなことを言ってたんですね。で、それ結構やっぱシンクってんなと思って、なんか、人生の9割ぐらいって、計画してる時間じゃないです？結局。実行フェーズって全体のほんと数パーセントにしかならないなというか、何でもそうだと思うんですけど、例えば学校のさ、行事とかあるじゃないですか、運動会とか文化祭とか、あれも当日のなんか出し物とかやってる瞬間ってほんと1分とかさ、まあ、長くて10分とかじゃないですか。そのあれを準備するために1年時間かける学校とかもあるだろうし、半年とかね。で、もっと言ったらさ、プロのさ、なんか演劇とかの公演の時間ってさ、ほんと30分とか何分みたいなもののために、プロの人はその練習をさ、3年とかさ、5年とか重ねて、その一瞬を出し切るために積み重ねとかをしてるわけじゃないですか。なんかそんなこと考えてるとさ、そうなりたいな、トップに立ちたいなとか、あれをやってみたいなって考えてる時の方が、まあやっぱ一番楽だし、コストかかんない、空想してるだけだからね、想像してるだけだから、それってなんかこう人間の面白さでもあり、浅はかさでもあり、なんかいろんなところを含んでる気がしてね、すごく好きな言葉でしたね。めちゃくちゃ考えさせてくれますね。で、この後が問題のカットしたところなんですけど、その本編で使えなかったっていう部分ですね。で、ここでは私もね、実は動画をもう締めにかかろうとしてたんですよ。そしたらリリカルさんの方が、さーみたいな感じで入ってきてくれて、その私の動画に出てる、その過去のゲストとかのね、動画多分見てくれてるんですけど、自分は好きなものにあんなにのめり込めないと。ハマれない。一つのものにあんなに熱中したことがないし、しようと思っても、こう飽きると思うからすぐやめちゃうんだよね、みたいな話を振ってきてくれて、で、そこから、好きなものを好きっていうこと。で、そこから好きなものを好きっていうためにはお金を落とさなきゃいけないのか否かみたいな。推し活とは何ぞやみたいな。っていうなんかね、議論にまで発展しちゃったので、そこを今から丸々流したいと思います。
無音のところは切ってあるかなっていうぐらいで、なんですが、まあ、ほぼノー編集ということで、はい、ちょっと聞いていただきたいと思います。それでは、どうぞ。いや、ちょっと割と喋れて楽しかったな。じゃあ、ラストいきますよ。でもなんかあれだよ。はい、なんすか。他の人のさ、ゲスト会見たときにさ、うん、自分とは比べ物にならないぐらいそれを好きなんだなっていう人とかさ、うん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 、見たりするとさ、うん、すごいなんかいいなって思うよ。あ、ほんと？え、それめっちゃ嬉しいんだけど。え、それあるよね。なんか、自分が全く、例えばそれ知らない分野でも、なんか、それめっちゃ好きで今喋ってんだなっていうのを見るとさ、すごいなんかほっこりせん？いい気持ちになる。なんかそんなに語るぐらい、それ、うん、まあ語るぐらいとか言って、その何回出てんのっていう人が言うのもおかしいけど、いや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 。そんなに好きなんだなって、そんなに好きになるコンテンツがあることも、まあちょっと羨ましくもありながら、すごいいいなって思う。ああちょっといいなー、それを持ってもらえるのすごい嬉しい。そう、なんかをね、そこまで好きになれるってもうまずすげえことじゃんっていうのもあるんだよね。うん、なんかそんな風になることはまあないんだけど、私はね、うんうんうん、ないとか言ってこれに出てたらちょっとはいってなっちゃうんだけど、うん、好きだけど、うん、そんなにはみたいになるじゃん、やっぱり。だからなんかすごいさ、なんか何かにハマったらさ、どっぷり使っちゃうタイプの人っているじゃん。はいはいはい。それってめっちゃなんかすごいなって思ってて、うん、なんか私はなんかそう、なんかいいなって思うものがあっても、うんうん、まあどうせ飽きるしなって思っちゃう初めから。うんうんうん、わかるわかる。で、まあ実際飽きるんだけど、そのうち。はいはいはい。その飽きることも、まあ、自分の性質として分かってるから、うんうんうん、だからなんかあんまりそのはまれない、そもそも。ああ、なるほどね。最初からなんかちょっともう、ロングスパンでも、あ、こうなるなって分かるからってことだよね。そうそう。あ、だからこそ、そうなのかな。それ見た時に、いいなってなるのかな。うん、なんか自分にはない感覚だなっていうか、うん、なんかその、例えばその対象が、その、うん、そういうなんかアニメとか、うんうんうん、なんかアイドルとかそういうエンタメ的なものじゃなくても、うんうん、なんか恋人とかでもそうなっちゃ う。なんかどうせ別れるだろうなって思っちゃう。ああ、なるほどね。そういうことね。そう、だから絶対に付き合わない方がいいなって思って生きてる。なるほどね。難しいね。え、それさ、究極言うとさ、あ、でもいいのか。全ての人付き合いってどうなん？いや、だからなんかその仲いい友達とかはいるけど、うんうんうん、この、まあ、その人がもちろんいなくなったらもちろん悲しいんだけど、あ、うんうん、そうそう、そういうこと、そういうこと、もちろん悲しいんだけど、うん、でもそれでなんかもう生きていけないみたいなことにはどうせならないんだろうなって思っちゃう。うん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 、なんかどうせ一人でも自分はなんとか普通に生きていくんだろうなって思っちゃう。うん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 。でも、そう思いつつも別に、その友達は別に大事にはするんだよね。うん、いや、うん、もちろん。うん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 。なるほどな。うん。だから、なんかあんまり、その、ハマったりしても、うん、ハマったりして、なんかすごい、グッズ買ったりとか、は、絶対しないって決めてて。あ、へぇ、そうなんだ。なんか、それこそなんか本とか CD とかだったら、うん、なんかあんまりその毎日は聞かないけど一生聞くことはできるわけじゃん。そうだね、そうだね。だからまあいいかなって思うんだけど、うん、やっぱりグッズを買ってしまうと、うん、なんか手放すこともできなくなるし、うん、ハマることもできないみたいなことになっちゃいそうだから、うん、まあ、自分はそのまあコンテンツへのなんか還元という意味ではあんまりいいファンではないんだけど、いや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 、でもなんかあんまり、うん、ハマんない何にも。いや、でも、それも一つの、なんか、あり方じゃない？全然いいと思う、私は。だから、人の、すごいハマってる人のやつとか見て、うんうんうん、お、すげえって思ってる。私もどっちかって言ったらね、もう、グッズは何でもかんでも買うって全然ならない人になっちゃってるから、なんて言うんだろう。うん、その今リリカルが言ってた通り、なんか飽きちゃった時のこととか、うん、そのなんて言うんだろう、もう買ったが最後、飽きることが許されないみたいな感覚になっちゃうっていうか、うんうん、それを持ってるんだから、ずっとめで続けなければならないみたいなのを勝手に感じてるだけなんだけど、こっちがね、っていうのをなんか追わされる気が、そういう感覚に若干
近づいていくのがしんどくなってくるんだよね、やっぱり、うん、距離感を保つのがそのなんか好きなものに対してと自分との距離がそのグッズを買うことによってすごいなんかこう常に近くに感じ続けなければならないみたいなのを自分が感じちゃうから、その距離を離す上、離しながらずっと付き合っていく、まあ、つかず離れずみたいな感じで、付き合っていくには買わないのが、自分としては適切かなって思うから、あんまり手出さなかったりしてるけど、うん、でもそれあるよね、そのなんか、好きならなんで買わないんだろうみたいな、ちょっとなんか、世間的に、好きならグッズ買えばいいじゃんみたいな、なんかあるじゃん。あるね、好きなのに買わないんだみたいな風に言われたり思われたりすると、あーなんか自分ってファン失格なんだなとか思ったり、なんか推しなのにお金落とさないなんてとか勝手にこうね自分で責めちゃったりするようなこともあるし、けど別にそれだけが絶対に、じゃあなんかお金落とさなければ好きって言っちゃいけないのかみたいなとこに発展していっちゃうから、いやそれは違うだろうってやっぱり反論したくなるからさ。でやっぱそのリリカルとか、その私が今思ってるみたいに、そのなんていうの、好きのなんかこう形にする方法、例えばそれをお金で落とすのか、例えば創作するなのか、それとも何も別にせずにでも好きだっていう気持ちを持ってるなのかみたいな、こう好きのあり方っていうのって全然人によって違うじゃんか、うん、だからそこでも絶対マイノリティっていると思うから、いや私はそのお金落とす人もライブ全通する人もグッズ買い占めちゃう人もそうだし、でも一方別にそのグッズは買わないし、ライブも行ける時しか行かないし、自分の生活も大事にして生活してるけど、でもその人たちと変わらない感じで好きっていう気持ちは一緒っていう風に思う人もやっぱなんか等しく大事だなって思うし、等しく尊いなって思いたいわけ、うんうん、だから私はなんかその例えばお金を落とさない自分を許せないんですみたいな、ちょっと罪悪感なんですみたいな人も肯定したいね。いやそんなことないよって絶対思うし。何の話これ？何なんでしょうか。何の演説大会ですかね。はい、というわけでここまでがね、本編未公開のシーンでございましたが、いかがでしたかね。みんな抱えてるんじゃないですかね、この辺、今私たちが喋ってたようなことって。特にさ、好きってさ、近年なんかすごく多様化してるじゃないですか。その、まあ、もちろんオタク文化とかそういうのがこう一般層にまで広がってきて、ライトなオタクみたいなものももちろん増えてきたし、まあ、もうちょっと悪い言い方とかすればにわかですよね、きっと。っていうのもいれば、昔ながらの秋葉系とかいうのもきっといるだろうし、かと思えばアイドル系のなんか一つの沼にもう何十万落とすみたいなクラス、何百万とか落とすクラスのガチ勢みたいな人とかもいて、そのいろんな、その熱量ですよね、がバラバラっていう時代だと思うんですよ。で、そんな上で自分が好き、何かを一つ好きっていうだけでガチ勢なのか、エンジョイ勢なのかみたいな、どこに分類されてどういう風に見られるかっていうのを考えると、何かを好きっていうのがもう言い出しにくいっていう空気もね、若干あると思うんですよね。特に SNS、Twitter とかだと特にそうなんですよね。なんかさらっと言ってるようでものすごく熱量高い人とかいるじゃないですか。そんな人がいる中で自分なんかが好きって言っていいのかなみたいなところがある人もいると思うんですよ。で、私はそっち寄りなんですよ。それを長年抱えてきた側なので、その人たちの気持ちがよくわかる。だからなんて言うんだろうな、その後半でまあ喋ってましたけど、どんな層の人たちも等しくやっぱり好きって言った方がいいと思うし、私はね、精神衛生上ね。その人が楽しくなれるのであれば、生きづらさから脱却できるのであれば、好きって言った方が私はいいと思うし、その言う場所がないんだったら私の、YouTube の方に来てって思うんですよ。喋りに来てほしいなって思います。っていうのを喋ってたら、カットになったっていう話です。以上です。いや、今日この未公開のところをね、流すのが今回のエピソードの目的だったりするので、もう目的果たしちゃったので、ちょっとふーって感じなんですけど、はい、なんかまた感想とかいただけたらありがたいです。ちょっとどういう意見があるのかとかね、聞いてみたいなって思うんですが、ではちょっとここから久々にですね、このコーナー行きたいと思います。ちゃこ先生の宿題。はい、
こちらではですね、リスナーさんから送られてきた無茶ぶりの宿題に対して私ができ次第随時提出してこのラジオで報告していこうというコーナーでございます。で、こちらに新しく宿題が追加されましたので、それをご報告したいと思います。ラジオネームリクさんからです。ありがとうございます。宿題の内容を読み上げますね。これまでのゲストのテーマの中で実際に体験していないことなどをゲストと一緒にする、これが宿題です。実はリクさん来週の動画のゲストなんですよ。で、彼はですね、まあ、ちょっと来週の予告にもなっちゃうんですが、ある都道府県のプロサッカーチームを応援してらっしゃるんですね。で、まあ、今回はそのサッカーのチームのお話を聞いたんですが、要はこの宿題はリクさんの場合だと一緒に試合を見に行くっていうことだと思うんですね。私まだ、サッカーの試合見たことないので、っていうのをやりたいなっていう、やってくれっていう意味だと思うんですね。まあ、なので、こちらをね、宿題に追加させていただきます。はい。で、この消化には期限がないので、ぜひやりたいなって思っております。ただね、いかんせんね、もう100回ぐらい多分これから言っていくんだと思うんですけど、あのね、お金はないんですよ、私。チャンネル登録者数が1000人いったら、広告収入が入って、そこから予習代に当てていきたいなと思ってはいるんですが、今のところね、無理なので、私は一人暮らしをしているわけではないので、勝手にそういう、なんていうんですかね、お金を使えない、かなり制限がかかっているので、めちゃくちゃ厳い。なので、行きたいという意思は表明しておかないとなって思うんですけど、まあそういう感じですね。はい、リクさんありがとうございます。一緒にね、試合に行ける日楽しみにしております。はい。で、あとですね、宿題を1個やり終えましたので、そちらをご報告したいと思います。多分概要欄の方に宿題リストがあると思うんですけど、その中の3番目ですね、今年の1月27日にティックさんからもらった宿題、オリジナル ASMR を作る。これが、なんと、達成されました。イエーイ。こちらはですね、サブチャンネル、チャコラジ EX の方で、エピソード7ですね、羊と魔物を1000匹数えたら狂ったよっていうタイトルがついてるんですけども、はい、そちらの方が丸々、ASMR っていう風で、こちらを提出いたします。この動画で、宿題達成ということでいきたいと思います。ありがとうございました。まあ、リクさんから新しい宿題をいただいたので、合計の個数はね、8個のままですね。今のところいただいている宿題ちょっとおさらいしておきます。何かのモノマネを習得する、ポケモンの鳴き声を聞いてわかるやつね。聞きポケモンの鳴き声を習得する。ラジオのお便りを読まれる。ラジオ収録中にゲスト収録の約束を取り付ける、面白い検索結果1件の検索ワードを見つける、誰も知らない作品を見てくる、で、買ったことない調味料を使って美味しい料理を作る、かっこレシピ検索なし、そして最後リクさんからいただいたこれまでのゲストのテーマの中でまだ体験してないことをゲストと一緒にやるですね。はい、こちらが今のところの宿題リストです。まだまだね、チャコ先生にやってほしい、やらせたいっていう無茶ぶりなお題がありましたら募集しておりますので、適当にお便りフォーム、もしくはツイッター、ハッシュタグチャコラジオをつけたり、まあ、メールアドレスなどからね、送りつけてください。随時追加いたします。それでは今回は以上です。最後までありがとうございました。またね、バイバーイ。